ストックポートカウンティフットボールクラブはイングランドストックポートをホームタウンとするナショナルリーグに加盟するプロサッカークラブ。1883年にヒートンノリスローバーズとして創立され、1890年にストックポート軍という軍の名前にちなんで現在の名前に改名した。1902年からエッジリーパークで試合を行っている。 伝統的に青と白を基調としているが、1914年までは赤と白を基調としていた。街のかつての防止制御にちなんで、ザ・ハッターズという愛称で呼ばれている。ストックポートカウンティは、フットボールリーグに1900年から参入し、1905年から2011年の106年間、同リーグに在籍し続けた。クラブは、この間、 下のディビジョンに所属していることがほとんどであった。その中で1990年代は良い成績を収め、エフルチャンピオンシップで5シーズン戦い、リーグカップでは1996から97シーズンに準決勝まで進出した。2000年代初頭には財政破綻に陥り、チームはリーグを降格し続け、ついにはフットボールリーグにから降格し、 2011から12シーズンをカンファレンスナショナルで戦うことになった。これはクラブにとって初めてのことであった。そしてチームは2012から13シーズンの成績により再び降格の浮き目にあった。しかしその後ピッチ内外の安定化を図り、チームは2018から19シーズンにナショナルリーグノースで優勝してナショナルリーグへ最昇格を果たした。 ストックポートカウンティは、ウィクリフ回収派協会のメンバーでもあった、ストックポート日曜学校の14歳から19歳までの生徒によって、ヒートンのリスローバーズとして1883年に、マクラフリンズカフェで結成された。そして、翌年の10月に、歴史的な最初の試合を行った。クラブは、ストックポートが、ビクトリア長期に、 帽子製造業の中心地であったことから、愛称として、ザ・ハターズを採用した。この愛称は、ルートンタウンと同じである。ヒートン・ノリス・ローバーズは1890年に、ストックポート・カウンティという名前を採用し、フットボールリーグセカンド・ディビジョンに参入する1900年まで、ランカシャーリーグに在籍した。ストックポートのフットボールリーグの最初の試合では、 レスター・フォッセと対戦し、2から2の引き分けであった。1901年、当時36歳であった初の黒人プロサッカー選手のアーサー・オートンが、ストックポートに加入し、引退する1902年までに数試合出場した。チームは1902年に、本拠地をグリーンレーンから現在のエッジリーパークへ移した。当時、エッジリーパークは、 ラグビーチームのストックポート RFC が本拠地としていたが、そのチームは数年後に解散した。1910年のチェシャー軍の測量地図にエッジリーパークとその周辺が示されている。ストックポートはフットボールリーグに参入してからの4年間、解散チームの中に位置し、1903から04シーズンの終わりにカブリーグへの降格が決定した。 次のシーズンは、ランカシャーコンビネーションと、ミッドランドリーグに在籍し、前者のリーグでは優勝した。また、後者のリーグの成績を通じて、来期のフットボールリーグへの再参加が認められた。フットボールリーグ再参入した1905から06、シーズンには初めて、FA カップの1回戦に進出したが、リンカーンシティ FC に敗北した。また、リーグは、 全20チーム中10位という成績であった。ストックポートは1912から13シーズンまで、セカンドディビジョンで7年間在籍していたが成績が伸び悩み、再び降格の可能性が浮上したが、リーグ参入を決める選挙で22票を獲得し、残留が決まった。 チャリティーマッチでスカウトされ、1913年から1915年まで、ストックポートカウンティでプレーしたゴールキーパーのトーマス・エヴァンスは、第一次世界大戦の影響で、プレー時間が短くなり、最終的には陸軍に召集された。戦争から生きて帰ってきた、彼は3試合に出場し、その後故郷のシ島に帰った。クラブは、 第一次世界大戦で亡くなった13人の元選手に敬意を表して、スタジアムの外に盾を飾った。その盾は元選手であり、RAF の退役軍人でもある、ジョージ兵が除幕した。クラブは1920から21シーズンに、セカンドディビジョンで再開となった。本来ならば、フットボールリーグから降格するはずであったが、 その次のシーズンから設立されることになった、フットボールリーグサードディビジョンノースへ参入することになった。1921から22シーズンでは、ストックポートカウンティは、開幕6試合のうち5試合で勝利して、さらに元旦からイースターの週末まで無敗を維持した。そして、エッジリーパークで18,500人の観客の前に、ダーリントン FC を破り、 クラブとして初めてのフットボールリーグのタイトルを獲得した。アルバート・ウィリアムズは優勝決定の7日後、リンカーンシティ FC とのホームゲームの前にトロフィーを授与された。1920から21シーズンに加入したジョー・ケインはこの優勝に大きく貢献したがシーズン終了後に退団した。1年でセカンドディビジョンに戻ったストックポートは その最昇格したシーズンで苦戦したが、1ポイント差で自動降格を免れた。1923から24シーズンには、マンチェスターユナイテッドの一つ上の13位という、成績を残した。このシーズンは、クラブの歴史の中で唯一マンチェスターユナイテッドよりも高い順位であったシーズンであった。このシーズンのストックポートカウンティのゴールキーパーであった、ハリー・ハーディは、 イングランド代表に招集されて試合に出場し、ベルギーとの試合では4から0と無失点の活躍を見せた。彼はストックポートカウンティに在籍していた間にイングランド A 代表に招集され試合に出場した唯一の選手である。ハーディはストックポートに所属していた1925年にもイングランド代表のオーストラリアツアーのメンバーに選ばれた。 しかし、このツアーは、テストマッチという分類のため、代表記録には残っていない。1925から26シーズンは、勝ち点25で、セカンドディビジョン再開となり、再び、サードディビジョンノースに降格となった。1926から27シーズンは、サードディビジョンノースで6位となったが、ジョー・スミスの登録書類が、フットボールリーグに届いておらず、 無登録の選手を出場させたということで、勝ち点2の剥奪と100ユーロの罰金の制裁を受けた。次の1927から28シーズンは3位となった。このシーズンでは、チームの89得点のうち38得点を、ジョー・スミスが決め、リーグ得点王に輝いた。ストックポートは、この後、優勝チームだけが昇格できるリーグにおいて、 二シーズン連続で2位となった。その最初のシーズンである1928から29シーズンでは、チームは62もの勝ち点を獲得し、シーズン平均入場者数が初めて1万人を突破した。最後の11試合のうち9試合を勝つなどもしたが、優勝にはわずか1ポイント足りなかった。その次の1929から30シーズンもまた2位となったのだが、 昨季よりも良い成績であった。優勝したポートベール FC にはクリスマスにアウェーで2から1、ボクシングデーに4から2とシーズン2勝していたが総合成績では4ポイント差がついていた。このシーズンではフランク・ニュートンがチームの106得点のうち36得点を決めリーグ得点王に輝いた。また、 ニュートンは1試合後得点を1929年9月21日のネルソン戦で記録し、クラブの記録を塗り替えた。1930年代の初めから、ストックポートカウンティはホームで白と黒のストライプ柄のユニフォームでプレーし、リリー・ホワイトという愛称がついた。1934年1月6日、ホームでのハリファクスタウン戦で13から0という、 スコアで勝利したこの試合は、ジョーヒルのデビュー戦であり、彼は前半で2得点を挙げ、後半6分にハットトリックを達成した。また、パーシー・ダウンスもこの試合で4得点を挙げ、注目を集めた。この記録的な対象は、フットボールリーグの最多得点試合記録にも残っている。 この対象をしたシーズンである1933から34シーズンで、アルフリト越えは46得点を挙げ、この記録は今でもクラブの最多記録である。リーグ戦は3位という成績であった。またこのシーズンでは FA カップの2回戦でクリスタルパレスにホームで1から2で敗北したのだが、この試合はテレビで放送されていた。1935年、 当時木星であったエッジリーパークのメインスタンドが全焼し、1935年以前のストックポートカウンティの記録がすべて失われてしまった。これにより、スタジアムの重要なメインスタンドの再建のみならず、クラブの今までの歴史の記録を集めなければならなかった。火災の1年後にメインスタンドは再建され、当時のフットボールリーグ会長であった。 チャールズ・サト・クリフによって正式に開場された。この時再建されたメインスタンドが現在のメインスタンドである。1936から37シーズン、クラブはサード・ディビジョン・ノースで23勝を挙げ、勝ち点60で優勝した。勝ち点が57で同じの中、最終節がタイトル決定戦となったリンカー・ンニシティ戦には27000人以上の観客が、 詰めかけた。この時までクラブは10試合負けなしで、そのうち7試合で勝利していた。しかし、昇格した次のシーズン、セカンドディビジョンで勝ち点を31しか得られずに22チーム中再開となり、1年での最高格となった。1939から40シーズンは、イギリスの戦線布告によって中止され、第二次世界大戦が終わるまで開催されることは、 なかった。これはイギリスの成人男性のほとんどが軍隊に召集されたからである。ストックポートは1939から40シーズンで2試合だけ試合をしたが、どちらも敗北し再開であった。このリーグ中断を受けて、その代わりに地域別のリーグ戦が実施されたが、このリーグの成績は公式記録にはカウントされていない。 戦争の進行によって、選手の多くが戦場に行き、多くのクラブが試合実行を諦めた。その中で残ったクラブは、ゲストの選手を起用して、人数を補い、試合をした。FA カップも続行が難しくなり中断された。その代わりにフットボールリーグ、ウォーカップが開催された。第二次世界大戦勃発後の最初のウォーリーグでは、 ストックポートは29試合を戦い、ノーザンリージョナルリーグで総合35位となった。リーグの順位は総得点数を実施した、試合数で割った、平均得点数で決められ、ストックポートは他のチームよりも多く試合をしていた。戦争が終わった後の1945から46シーズン、リーグ戦はまだ再開されなかったが、FA カップは再開された。 ストックポートは、この FA カップの1回戦で、ロッチデール AFC と対戦し、3から2で敗れた。同じく1945から46シーズンに、ストックポートは、リーグ3ロースカップで、ドンカスター・ローバーズ FC との試合を、ホームで開催した。この試合は、試合時間が、総計203分という、プロサッカー史上最長の試合として歴史に名を残す。 ことになる。延長戦のシステムがなかったため、再試合を決着がつくまで行ったのである。結局ストックポートは、2回目の再試合で0から4で、敗れた。その後、戦後初めてのリーグ戦が開催された1946から47シーズンでは、ストックポートは戦前と同じフットボールリーグ、サードディビジョンノースで戦い24勝、勝ち点50で4位となった。 ストックポートカウンティの今までのリーグ水1950年代のクラブはほとんど好成績を収めることはなかったがジャックコナーのゴール数では注目を浴びた彼は5シーズンで140得点を挙げ13回もハットトリックをしたのであるこの内訳は1試合3得点が3回1試合4得点が2回1試合5得点が2回である 1957から58シーズンの後に、フットボールリーグが、今まで南北で3部リーグが2つに分かれていたのを、3部リーグと4部リーグという、全国規模の2つのリーグとして再編することにし、このシーズンの結果で、リーグ編成を決めることにしていたが、ストックポートは、リーグ上位でフィニッシュしたため、1958から59シーズンでも3部所属となった。 新たなリーグで3部所属となったストックポートカウンティだが次のシーズンでチームは4部に降格することになった。1960から61シーズンから創設されたフットボールリーグカップにストックポートは参戦し1回戦はホームでカーライルユナイテッドに2から0と勝利したが2回戦ではマンチェスターシティに0から3で敗北した。 1964から65シーズン、変わらず、チームは4部所属であったが、そのシーズンの FA カップでは、昨季フットボールリーグ王者のリバプールとアンフィールドで対戦した。試合は、ストックポートが前半でリードを奪い、かつ、可能性が十分あった内容であったが、後半に追いつかれて1から1の引き分けとなった。残念ながら、ホームでのリプレイは、 リバプール相手に素晴らしいパフォーマンスを見せて、検討したが、0から2での敗戦となった。1964から64シーズンのヨーロピアンカップ準決勝進出チームと互角の試合をしたチームであったが、リーグ戦では勝ち点を27しか得ることができず、4部で再開となった。しかし、フットボールリーグに残留するための選挙で45票を、 獲得したため、さらなる降格は免れた。また1964から65シーズンには、当時のストックポートカウンティの会長であった、ビッグ・バーナードが、以前のチームカラーであった、ロイヤルブルーのストライプをユニフォームに再採用した。バーナードは、クラブ認知度とイメージの向上を目指して、ゼネラルマネージャーに、バート・トラウトマンを招変した。二人は、 金曜日の夜に試合を開催する策を採用して収入を増やすことには成功したが、前述した通りチームの試合結果は喜べるものにはならなかった。トラウトマンの出身はドイツであり、そのつながりからチームは1964から65シーズンの終わりにハンブルガー SV と親善試合を行った。この試合は1から3でハンブルガー SV が勝利した。 翌シーズンのプレシーズンマッチでは、ストックポートカウンティはドイツに遠征し、VFL ボーフムや SC オペルリュッセルスハイム、そしてハンブルガー SV と5日間で3試合を戦った。その後、トラウトマンは1966年で解雇された。ドイツ遠征した年から2年後の1966から67シーズン。 チームは64もの勝ち点を得て4部優勝を果たし、3部復帰に成功した。1969から70シーズンに再び4部に降格した後、1970年代と1980年代のリーグ戦の成績が良くなることはなく、注意に止まるか、さらに悪ければ残留争いに巻き込まれるばかりであった。この間の百七十五年には、 ジョージ・ベストがクラブに加入して3試合に得点という成績を残した。また、当時のクラブ会長のドラガン・ルーキッチが協力し、1983から84シーズンに創設されたアソシエートメンバーズカップにも初年度から参戦したストックポートのこの大会の初の試合の相手はクルー・アレクサンドラであり、この試合は90分。 そして延長戦が終わって2から2と、決着がつかず、クラブ発の PK 戦へ突入した。この PK 戦のスコアは0から3となり、チームはここで敗れた。1886から87シーズンから、フットボールリーグとカンファレンスナショナルとの間に、自動昇降格制度が設けられたが、これは、ストックポートカウンティにとっては、良い知らせではなかった。 このシーズンでは13試合で6ポイントしか獲得することができず、また FA カップでも当時格下のカーナボンタウンに敗れるなど、カンファレンスナショナルへの降格は現実感があり、架空の話として笑って話せることではなかった。結局、シーズン序盤に監督職を解かれたコリン・マーフィーが再び監督に就任し、 31試合で勝ち点45を獲得してなんとか4部残留を果たした。しかし、このシーズン終了後すぐに、コリン・マーフィンはチームを去った。前述の通り、決して良いとは言えない20年間を過ごした、ストックポートカウンティだったが、ダニー・ベルガラが1989年3月に、監督に就任すると、チームは急速な変貌を遂げ、 1990から91シーズンにはついに3部への自動昇格を達成した。その後の3シーズン、昇格直後からチームは昇格プレイオフに進出したが、いずれも敗退した。1993から94シーズンのプレイオフでは、決勝でバーンリーと対戦して1から2で負けたが、この試合が終了した時、ストックポートの選手は、 ピッチ上に9人しかいなかった。というのも、マイケル・オレスが、テッド・マクミンに唾を吐いたとして、退場処分を受け、またクリス・ボーモントもレッドカードを受けて退場したので、ある。このような形で負けたこともあり、試合終了後の観客席で騒動が起きたという。1995年3月、ベルガラは、当時の会長であったブレンダン・エルウッドと口論になり、解任され、 同年4月には、デーブ・ジョーンズが監督に就任した。1995から96シーズンの開幕時には、5000以上の座席が設けられた、チードルスタンドが新設された。このシーズンには目立った実績を得ることができなかったが、FA カップでは3回戦に進出し、昨季の優勝チームである、エバートンと対戦した。ストックポートは、グディソンパークで、 エバートンと2から2の引き分けに終わり、その10日後には、ホームエッジリーパークで、リプレイが行われ1万1000人以上の観客が、集まったが、2から3で敗れた。1996から97シーズン、3部で2位となり、ついに2部への自動昇格を果たした。また、リーグカップでも、快進撃を見せ、プレミアリーグの3チームを撃破して、準決勝まで進出した。 準決勝でミドルズブラに1-2で敗れてしまったが、このシーズンはクラブの歴史の中で最も成功したシーズンの一つとして記録されている。1997から98シーズンの初めにデーブ・ジョーンズがサウサンプトンの監督に就任してクラブから去ってしまったが、代わりにブラックプールからガリー・メグソンを招聘した。 このシーズンでは昇格5発のシーズンながら2部で8位となり、プレミアリーグへの昇格プレイオフの進出ラインとなる6位まであと2つという素晴らしい結果を残した。この順位はクラブの歴史で最高の順位である。しかしながら1998から99シーズンは16位に終わった。降格こそ免れたが、 最後の14試合でわずか3勝という数字を残してしまった。8位という成績を昨季達成したメグソン監督は最終節にすでに降格が決まっていたオックスフォードユナイテッドに0から5で敗れてしまいこの試合をもってチームを去ることになった。次の監督はクラブでの内部昇格によってすぐにアンディ・キルナーの就任が決定した。キルナーは 敵地メインロードでマンチェスターシティに2から1で勝利するなど監督として力強いスタートを切った。ボクシングデーの第24節終了時点でチームはプレイオフ進出圏内の6位に位置していた。1999から2000シーズンマンチェスターシティにも勝利して好調を続けるかと思われていたが急に失速して19試合勝ちなしという 不名誉な記録を残してしまった。これは今でもクラブ記録の数字である。結局最後の2連勝で残留をつかみ取り、17位となった。2000から01シーズンも19位となってギリギリだが残留を果たした。その次の2001から02シーズンは当時のチームにとって最悪のシーズンとなった。ストックポートはシーズン開幕早々から最下位に沈み、 キルナー監督は、ミルウォールに、ホームで0から4と負けたことで解任された。2001年11月には、元イングランド代表のカールトン・パーマーが監督に、就任したが、このシーズンの3部降格を阻止することも、その次のシーズンでチームを立て直して2部に復帰させる、こともできなかった。2003年の夏には、エルウッドが、セールシャークスのオーナーであるブライアン・ケネディにクラブを、 売却した。これにより、セールシャークスもエッジリーパークを本拠地とすることになった。チェシャースポーツという新たな会社が設立され、ストックポートカウンティ、セールシャークス、そしてエッジリーパークスタンドの経営権をまとめて保有していた。2003から2004シーズン、パーマーは、ハートリプールユナイテッドとブラックプールに、ホームで敗れたことで、わずか1週間で解任された。 パーマー監督の時にフットボールディレクターであったジョン、ホリンズが一時的に監督を務めた後、元北たアイルランド代表監督のサミー・マキロイが新たな監督に就任した。降格の可能性がとても大きかったが、マキロイは見事チームを立て直し、最後は11戦無敗を達成して19位でシーズンを終え、残留を果たした。2004から05シーズンも続いて、 チームを率いたが、成績が伸びず解任され、次の監督には、クリス・ターナーが就任した。しかし、それでも成績は上がらず、最下位に沈んで降格しただけでなく、ターナーは、ライバルチームである、マクルズフィールドタウンに0から6で敗れるなどしたため、解任された。これで、クラブは4シーズンで2回も、降格の浮き目に会うことになった。次のシーズンには、 チームのオーナーがまた変わった。400万ポンドの損失を出したと報じられた、チェシャースポーツのブライアン・ケネディ会長が、クラブの所有権をサポーターズトラストに譲ったのである。これは、収支の赤字を解消して黒字に回復させ、またストックポートカウンティを地域に根ざした、サッカークラブにするためであった。次期監督には、元選手のジムギャノンが最初は一時的な監督として、 指揮していたが、結局正式な監督に就任した。2005から06シーズンでは、ギリギリの残留を果たした後、次のシーズンは8位で、昇格プレイオフ圏内の7位には、得失点差で届かなかったが、チームの成績を上向かせることに成功した。またこのシーズン中の2007年3月3日には、 スーインドンタウンを3から0で破って、無失点での9連勝を達成した。これは、フットボールリーグの新記録であった。2007から08シーズンの初め、元監督のダニー・ベルガラが亡くなった。ストックポートカウンティは、FA カップこそ1回戦で、格下のステーンズタウンにリプレイ、そして PK 戦の末敗れたが、リーグでは、良い結果を継続して出した。 2008年の初めにはアウェー8連勝を達成し、リーグの記録を塗り替えて、自動昇格権も射程に入るほどであったが、結局自動昇格できずに4位となった。進出した昇格プレイオフでは、準決勝で、ウィコム・ワンダラーズを2から1で破り、決勝では、ロッチデールとウェンブリースタジアムで対戦した。 そして、この試合で3から2で勝利を収め、エフルリーグ1への昇格を決めた。2008年12月、ストックポートの選手たち。2008から09シーズンは、昇格チームということもあり、チームの下馬評は低かったが、プレーオフ圏内にまで近づくなど、それを覆す結果を見せた。しかし、シーズン2終盤に大きく失速してしまい、結局中位のフィニッシュとなった。 ギャノンは、ブライトンの監督職をオファーされて、チーム側も了承したが、ブライトンの会長とギャノンの話し合いの末、交渉は決裂し、ストックポートに泊まることになった。2009年4月30日、ストックポートカウンティは、債権者への返済問題を抱え、争った結果、裁判所が任命した管理人の下に置かれることになった。 これは約30万ポンドの返済を求める債権者の単眼書に続いて採定された。また、歳入関税庁への25万ポンドの税金の支払いにも苦慮していた。ついに2009年12月16日にはチームの練習場が売りに出される事態になった。2009年6月12日、ストックポートカウンティを管理していたレナード・カーティスは、 メルローズ・コンソーシアムへクラブを売却することに合意したと発表した。共同管理者の一人であるポール・リーブス氏は売却取引自体は合意となりましたが、これはメルローズ・コンソーシアムが地元との合意を得ることができるということが条件であり、クラブの将来を守るための前向きな一歩になりますとコメントした。元マンチェスターシティの選手のジム・メルローズが代表を務める。 スポーツを背景に持つビジネスマンのグループで構成されるメルローズコンソーシアムはストックポートカウンティフットボールクラブの未来を成功させるための基礎となるセールシャークス及びストックポートメトロポリタン自築評議会との実りある関係をよりよく発展させていくことを楽しみにしているとコメントしたメルローズコンソーシアムの重要な任務は 来シーズンの s g ーパークでの試合を保証し、ストックポートの伝説的存在であるジムギャノンの職を確保するということだと説明されていた。2009年7月3日に、関在人は以前の株主と債権者との間で英国企業倒産法に基づく会社任意整理に合意した。ギャノンは、スコティッシュプレミアリーグのマザーウェル FC の監督に就任したのだが、 これを受けた、ストックポートのサポーターは、今後数週間の間に、彼が、若手選手を、まるで密漁のようにカウンティから取ってしまうのでは、ないかという心配をした。ストックポートは、新しい監督について当時リバプールリザーブスの、監督をしていたガリーアブレッドにスポットを当て、新オーナー候補者との協議を経て2009年7月8日に、監督に任命された。が、 この時まだメルローズコンソーシアムはクラブを買収しておらず今後も買収することはなかった2010年3月には新たなコンソーシアムである2015グループがクラブの買収に向けた独占権を与えられたことが発表された2015グループと呼ばれる投資家によるストックポートカウンティの買収は2010年5月のフットボールリーグの会議で承認され 6月17日に正式に発表された。買収後、クラブはガリー・アブレット監督の解任を発表した。これはシーズンで5回しか勝てず、勝ち点25で再開という最悪の結果を残したためである。新しい経営陣は、クラブを上から下まで再構築すると約束したが、この新時代のスタートは悪いものとなってしまった。次期監督としては、 昨年職を解かれた、クラブのレジェンドであるジムギャノンが再びクラブに戻って、来ると広く報道されていた。しかし、結局ギャノンとクラブは契約の合意に至らず、2010年夏に、ストックポートは、元カーライルユナイテッド監督のポール・シンプソンを、新監督に任命した。しかしながら、 ギャノン監督時代のアシスタントマネージャーであり、ギャノンと同じ1990年代にチームの選手だったピーター・ワードはアシスタントマネージャーとして再びクラブに復帰した。ゴールを喜ぶストックポートカウンティの選手たち、シンプソンが監督に就任後、四部でも苦戦していた。広角圏内に一致していたためシンプソンは6ヶ月で解任されたが、 公認監督が一切決まっていない中の決定であり、ピーター・ワードが暫定の監督に就任し、当時ウィガン・アスレティックの監督であったレイ・マティアスがアシスタントマネージャーに就任した。2011年3月、監督交代後12試合を終えてもチームは広角圏内に位置していたため、クラブはマティアスに、 暫定の監督職を与え、ワードを再びアシスタントに戻すという決定をした。マティアス暫定監督の下で、チームのパフォーマンスと結果は好転したが、残留は果たせなかった。この結果、ストックポートカウンティは、カンファレンスナショナルに降格し、フットボールリーグ連続在籍記録は106年で、途絶えることになった。カンファレンスナショナルに降格した後、マティアスは、 監督に正式に任命された。しかし、プレシーズンが始まる前に、リバプールを本拠地とする実業家が、クラブの買収を試みて、それによりマティアスは解任され、元、サッカードイツ代表のディートマー・ハマンが新監督に就任した。監督経験のなかったハマンが指揮する、ストックポートはうまくいかず、19試合で3勝という、 数字を残して2011年11月に解任された。ストックポートカウンティが少ない価地点しか稼げずに降格し、翌年にもその光景を見なければならなかった時、私たちがした仕事の量を考えると信じられないぐらいほど失望した。3年半で成し遂げたものが2年で崩れ去ってしまうのはとても衝撃的で、今年もそれが続くのを見るのは本当に辛いことだ。 チームの2年連続降格を受けたジムギャノンのコメントクラブは3年連続降格の危機に瀕していた。ハマンが解任される前の2011年11月のホームでのヘイズイェディングユナイテッドとの試合の後にそのままファンミーティングが行われたのだがこの内容にハマンは心よく感じなかった。サポーターがその試合でファンとして スタジアムを訪れていたジムギャノンの監督就任を求めたからである。この8日後にハマンは解任され、ジムギャノンが新監督に任命された。ギャノンの復帰初戦でチームは非常に良いパフォーマンスを見せたが、当事種位体だったフリートウッドタウンに1から2で敗れた。チームの調子を明らかに上げたギャノンは、監督就任してから間もなく、レクサム FC とダーリントン FC に、 それぞれ1の0で勝って、連勝を達成した。この時、最後の連勝からなんと3年以上が経っていた。2011から12シーズン、ギャノンはクラブを広角圏内から遠ざけ、最後の15試合で発勝するなどして16位で、フィニッシュした。2012年4月のストックポートカウンティの選手たち2012から13シーズンに向け、ギャノンは、 過去にチームを指揮していた時と同じく若手の育成に力を入れた。この方針により、若手のダニー・ホワイトヘッド、ダニー・ハタズリー、イアン・オルムソンらが定期的に試合に出場した。また、このシーズンの初めにセール・シャークスが本拠地を去る、フォード・レッド・デビルズの本拠地に移転したことで、ストック・ポート・カウンティは9年ぶりにエッジリー・パークを独り占めにすることになった。 2013年1月15日、元 FC ビズニス紙編集者のライアン・マクナイトが、クラブの新 CEO に指名され、英国サッカー界で最年少の CEO になった。指名された次の日に、ホームで、マンスフィールドタウンに1から3で敗れた後、ギャノンは、監督職を解かれた。彼の後任には、ボスニア系スイス人のダリエ・カレジッチが選ばれたが、カレジッチは、 イングランドのサッカー界では一度も監督を務めたことがなかった。彼ジッチは2ヶ月という短い期間で解任された。次の監督には、イアン・ボーギーが任命されたが、彼もクラブを救うことはできず、最終節に2位のキュダーミンスター・ハリアーズに敗れて、降格が決定した。これで4シーズンで3回目の降格となり、次のシーズンは、 クラブ史上初めて6部リーグでのプレーとなってしまった。ストックポートは、クラブの運営が厳しいとして、パートタイム制への移行を発表した。リーグ戦でも、ストックポートは、開幕5試合で1分4敗という成績を残し、順位表の下から2番目に位置していたため、2013年8月には、ボーギーが解任された。公認には、 ジムギャノン時代とピーター・ロード時代でアシスタントを務めたアラン・ロードが任命され、彼はこの3年の間で9人目の監督となった。マクナイト CEO は2014年4月に同年5月初めに退任することを発表した。ロードが率いるストックポートは2013から14シーズンをリーグ中位で終え、ようやくチームは安定した。翌シーズンには彼は チームの順位を少しだけ上げたが、シーズン終了前に退任して、フットボールディレクターに就任した。2015年2月、ストックポートカウンティの取締役会は、ムービングフォワード文書と名付けられたクラブの将来の抱負についての声明を発表した。この文書では、安定性、持続性、スタジアム、成功という4つのポイントに焦点を当てていた。2015年夏、 クラブは3年目の6部在籍シーズンに突入した。ストックポートの新監督には、チェスターで6部優勝を成し遂げた、ニール・ヤングが就任した。しかし、昇格の可能性はほとんどなくなり、12試合でわずか1勝という、数字を残した後、ヤングは2012年1月に退任した。クラブは次の監督にノースウィッチ・ビクトリアで成功を収めたジム・ギャノンにオファーを出し、 彼は同じクラブで3度目の監督に就任した。2015から16シーズン、ギャノンはチームのリーグ9位フィニッシュとチェシャーシニアカップの優勝に貢献した。次の2016から17シーズンにはギャノンは完全にチームを立て直して昇格プレイオフ進出を視野に入れていたが、最終的には進出圏内からわずか1ポイント差の8位となり、プレイオフ進出を逃した。 このシーズンの終わりには、昨季の夏に加入した、チーム特典王のダニー・ロイドが、ストックポートの昔のライバルであり、ギャノンの全所属クラブである、ピーターバラ・ユナイテッドへ移籍した。2017から18シーズンもギャノンが引き続き指揮を取ることになったのだが、監督が2シーズン同じであるのは、2008年以来のことであった。リーグ戦は、躍進を続け、 5位となって昇格プレイオフ進出を果たした。しかしプレイオフでは、準々決勝で、チョーリーとホームエッジリーパークで対戦して6230人の観客が集まったが、0から1で敗れた。シーズン終了後、クラブ特典王であった、ジェイソン・オズウェルがモアカムに移籍した。2017から18シーズンは昇格できなかった。2018から19シーズンは、 スタートダッシュこそ失敗したものの、FA カップでは1回戦で、エフルリーグ2のヨービルタウンを3から1で破り、2回戦へ進出した。12月初頭に行われた2回戦ではバーネットにザ・ハイブスタジアムで破れた。また、FA トロフィーでは準決勝で、ナショナルリーグの競合の AFC フィールドに2から3で破れたが、ベスト4まで進出するのは初めてであった。 リーグ戦でもブラックリータウンに0から1で負けるまでの間で23試合という連続無敗記録を達成した。チームの好調は最後まで続き、ついに最初不死でナニートンタウンに3から0で勝利してタイトルを獲得した。リーグタイトル獲得は52年ぶりであり、ようやくチームはナショナルリーグへの復帰を果たした。2018から19シーズン終了後、 クラブ特典王のマッティ・オーバートンが4部のノーサンプトンタウンに移籍した。ナショナルリーグノースの優勝トロフィーを掲げるジムギャノン監督と選手のアシュリー・パーマーとポール・タンブル・ジムギャノン監督の下再び戦いの舞台をナショナルリーグへ移したストックポートカウンティは2020年1月に地元の実業家マーク・ストット氏が買収し、 この過程で無借金経営が実現した。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 一試合最多観客動員試合ホーム一試合最多得点勝利試合ホーム一試合最多失点敗戦試合アウェイ一試合最多得点勝利試合アウェイ一試合最多失点敗戦試合チーム連勝記録チーム連敗記録エフルリーグにプレイオフトロフィー GKDFMFFW ありがとうございます